県議会の第二会派、富士の国県民クラブに所属する大石哲司県議が、おととい会派を離脱する意向を示していたことが分かりました。浜松市中央区選出で現在4期目の大石哲司県議は、富士の国県民クラブに会派を離脱する意向を伝え、おととい了承されたということです。来週にも会派が議会事務局に大会届を提出する見通しです。 県議会をめぐっては去年7月いわゆるコシヒカリ発言をめぐり川勝知事が自らの給与やボーナスを返上していなかった問題が発覚し自民党会派が知事への不信任決議案を提出しましたこの際には富士の国県民クラブが全員反対に回りわずか1票差で否決されました大石議員の離脱によって 富士の国県民クラブに所属する議員は16人となり、川勝知事に再び不信任決議案が出された場合、富士の国県民クラブは、単独で否決することができなくなります。